国立彫像ホールコレクションの一部、国立彫像ホールコレクションは、アメリカ合衆国議会議事堂にあって、全米五十州の歴史の中で著名な人物の栄誉を称えるために、各州から寄贈された彫像の展示である。当初は、会員の古い議場にあったが、国立彫像ホールと改名されて、それ以来議事堂中に置かれるようになった。2006年時点で、 コレクションは50州からそれぞれ2体合計100体となっている。2005年にニューメキシコ州からの2体目が寄贈され完成した。カンザス州は連邦議会が置き換えを承認した数年後に最初の2体のうちの1つを置き換えた。2005年12月1日に署名された連邦議会の特別法によって連邦議会図書館合同委員会に指示して ローザパークスの彫像を取得し、議事堂内国立彫像ホールのしかるべき高級的な場所に展示することとした。ドワイト・ディ・アイゼンハワーの銅像国立彫像ホールの考えは19世紀半ばに橋を発し、1857年に現在のカイン翼が完成するさらに前のことだった。当時、カインは新しい大きな議場に移動し、古い空間となった部屋は、 ロタンダとカイン翼の間の通路になっていた。1853年にはすでに元カイン議員のガバヌー・アケンブルがこの部屋を歴史的絵画のギャラリーとして利用することを提案していた。柱の間のスペースがこの目的のためには非常に限られているように思われたが、共像や彫像の展示には向いていた。1864年4月19日。 会員議員ジャスティン・エス・モリルは利用価値があってあるいは遺言があり、また同時に単純で費用もかからない目的のために各州がその長く続く記念のために価値あると選んだ彫像を受け入れる場所としてこの部屋を取っておいてはどうだろうか、と質問した。この国立彫像法令を作るという提案が1864年7月2日に下記のような法律になった。 大統領はここに、全州のそれぞれから、その州の市民であった個人で、この国の記念にふさわしいと考える、歴史的名声で、あるいは文民、または、軍人の結出した功績で優れたものの大理石また、聖堂の彫像を、各州二体を超えない範囲で制作し、備えることを認める。また、上実のものを備えるときは、ここに示す目的のために、国立彫像ホールとして、 アメリカ合衆国議会議事堂の会員級議場を当て、必要な場合は議事堂の多くを当てる。当初は全州の彫像が国立彫像ホールに置かれた。しかしホールの美的外観がその混雑のために損なわれ、1933年には耐え難い状態になった。当時65体が飾られ、ある場合には前後に3列にもなった。さらに重要なことは、 部屋の構造強度のためにこれ以上増えると支えられないことだった。各して1933年に連邦議会は次のような決議案を成立させた。議事堂の建築家は連邦議会図書館合同委員会の承認と美術委員の助言により、すでに受け入れて、彫像ホールに置かれている彫像を議事堂内に移し替え、今後各州から受け入れる彫像の受け入れと設置に、 備えることを承認し支持する。ロバート・フルトンの代理石像この決議案の承認で各州から一体ずつの彫像が彫像ホールに置かれることが決められた。もう一体には議事堂の指定された空間や廊下にある目立つ場所を与えられた。1976年には連邦議会図書館合同委員会の承認で2回目の調整が行われた。 コレクションの混み合った外観を改善するために、彫像ホールには、その高さや素材によって38体が再配置された。独立当時13州のうちの10州の彫像が、議事堂1階東前拡張部の中央ホールに移動された。彫像の残りは、議事堂中の主に柱の間と、上院翼と下院翼をつなぐ廊下に配置された。 2005年の立法でアメリカが州国領土から各一体の彫像を受け入れることを承認し、別の法案でコロンビア特別区も含めることとなった。彫像のそれぞれは州からの寄贈品であり、個人や市民のグループのものではない。彫像を寄贈する手続きは、各州議会で記念すべき市民を指名して、その資格要件を列挙し、彫刻家を選別する州を代表する。 委員会、または委員を指定し、その決議を実行するための必要な予算を与える、決議を採択することで始まる。近年、彫像は、ロタンダでの儀式で除幕され、そこに6ヶ月間展示される。その後連邦議会図書館合同委員会で、承認された高級的な場所に移動される。2000年に連邦議会で成立した法によって、 各州はすでに寄贈した彫像の置き換えと改修を認められるようになった。中、2006年8月31日、カリフォルニア州議会は、トマス・スター・キングの彫像の代わりに、ロナルド・レーガンの彫像を置く共同決議案を承認し、2009年に置き換えた。2007年、ミシガン州議会は、ザカラヤー、チャンドラーの彫像の代わりに、ジェラルド・ホードの彫像を置く、 決議案を承認した。置き換えが審議中で、議事堂内に止まっている。http://www.govtr.ack.us-congress-bill.xpd? ビルイコール H109-41458-http コロンスラッシュスラッシュ www.govtrack.ask.congress.bill.xpd ビルイコール H109-4070-http コロンスラッシュスラッシュ www.govtrack.ask.congress.bildex xpd.bill="h109-4145". ありがとうございます。